いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの、視聴者さんからの素人へプレゼントっていうやつの開封動画を、昨日夜、撮影していたんですけれども、ちょっとですね、物がすごすぎて、はい、自分の中でね、ちょっともう言葉にならないような感じだったので、改めてね撮り直しております。で、早速なんですけど、こちらね、メリークリスマスバイナオって書いてあって、ABCD の順で開けてねというようなね感じでこういう風に書かれております。で、いつもナオさんありがとうございます。もうナオさんから3度目、もう3度目になりますね。で、やっぱ今ねこう改めて並べてみると、うん、ちょっとって感じで、うん、まあ、ちょっと今もね、何を喋っていいかまた分かんなくなるような、こう、感じではあるんですけど、まあ、早速、進めていきたいと思います。でね、まず、このもう、何もない状態の A、A から始まらないといけないんですけど、A じゃないところからいくと、この、漁師のまかない醤油、こちら美味しくて、本当にね、うん、また2本送っていただいて、はい、またみんなでね使って食事していこうかなと思っております。そしてこちら、お孫さんに少ないですがどうぞということで、昨日夜開封して、まあ、開封して撮影し終わった後に、ちょっと起きちゃったんでね、じじ食べると熱があってこっちに来てるんでね、もう食べなくても寝てって言って、まあなんとかね未開封のままどうにか取れるような形にはなったんですけど、まあこちらのねうまい棒もありがとうございます。で、続いてこちらですね。こちらがまたすごいことに、ちょっと待ってくださいね、もうこういう時にも三脚用意すればいいのに、また撮影するってなるとなんかもうテンパっちゃって、ちょっとお待ちください。はい、こちらですね、こちらが、お、こう開くとですね、すごくないですか、これ。わかります？すごいですよね。で、これ閉じると畳まれるっていうか、うん。で、もう一回開くと、もうこれね、嫁がものすごくステーキだっつってね、ここに、メリークリスマスミスター素人っていうことでね、ナオさんが書いてくださったと思いますけど、まあ、これがね、うん、これもすごい素敵っていうことだったので、ぜひぜひと思ったんですけど、前回ね、あの開封動画の時に、梱包されてる一番上が確かこれだったんですよね。で、もうちょっとねびっくりして、あの1回目の撮影の時これも撮影できてなかったんですよ。はい、なので今ね改めて最初に、アルファベットの ABCD の分じゃないところのね、はい、ものを撮影しました。そしてですね、こちらちょっと置いときましょう。なおさんからね直筆でいただいた分です。はい、それでは次こちらですね、マフラーと手袋ですね、こちらはもう早速嫁は使っていきました。はい、もうね、うん、まさかね A の、まあこの動画で言ったら、まあ右上か左上かに小さいような感じで開封してる時の動画っていうのが多分流れていると思うんですけど、編集する時にはですね、で、これも奥様用にっていうことで、
うん、いつも朝方までお話ししてすみませんって書いてあったんですけど、まあ弱めに聞くと、うん、まあその自分が今ゲーム部屋として使ってる、今もここも撮影してるとこってもう勝手に自分のゲーム部屋にしちゃってるんですけど、うん、全然聞こえてないんだけどねって言って、たまたまなおさんと お話ししてる時にね、まだ起きてるんって言ってガラガラガラって開いたんで、ちょっとびっくりした時は、あん時でどうだったんかな、なんか多分トイレのついでとかお茶飲みに行ったついでかなんかに多分開けたんだと思うんですけど、人の声がするというか話し声がするっていう感じでですか。なのでね、もうこれも早速、もう使って、うん、出勤していました。そしてですね、次がなおさんの DIY 作品になるんで、これが A ですね。でこちらが B、はい、B です、ジャック・ダニエル。俺最初自分見た時これお酒が入ってんのかな、なおさんと思って、ちょっと驚いたんですけど、持つとね、中のね、こんな透明じゃないしと思いながら、はい、なんですけど、こちらですね、ちょっと待ってくださいね、部屋を、消してみてよ、スイッチをですね入れると、すごくないですかこれ。ね、すごいよね、本当にね。すいません、隣のね、部屋のね、あれなんですけど、明かりもありますけど、すごいっすよね、これね。よくね、なおさん、多分これ飲み終わった後に、多分こういう風にしようっていう構想がね、あったんだと思います。こちらもね、ちょっと区画整理をして、ちょっとね、考えていきたいかなと、置く場所をですねちょっと考えていこうかなと思っております。すごいこれね。はい、じゃあ次です。次、次がですね、わー、ちょっと俺寄せすぎたなちょっと寄せすぎたな、すいません、ジャック・ダニエルさん、ごめんなさい。次はですね、こちらです。A、B ときて、C、こちら。パルス 3D でワイヤレスヘッドセット。こちらね。よっ。が、実際のものですね。届いたので、昨日の晩のフォールガイズからもう使用させていただきました。なおさん、本当ありがとうございます。もうここの段階でもね、開封動画の時って綺麗に奈緒さん梱包されていたんで、何なのかなと思いながら、開けてて、サイズ感が分かんなかったんですよね、どっちにどれかみたいな感じで。でもうまさかね、この嫁に対してとか、孫たちに対してとかね、あると思わなかったんで、本当に奈緒さんにはもういつもね、もう3回目ですよ、もう奈緒さんもこれね。2回目は僕、奈緒さんから、モーターフェスって言って、いただいた時にもうちょっと寝込んじゃいましたけど、まあ今回はね、なんとか寝込まずに済むかな、なんかこう思ったりもしてますけど、今もね、本当はもうこの、なんていうんですか、一回確認して、並べて、動画にしちゃってるんですけど、まあ、なんかね、何を喋ったらいいのかって、やっぱこう、改めて並べるとね、開封した時の驚きとまた別な、なんかこう、違う気持ちになるっていうんですかね。まあ今のところ皆さんこう、本当にこう切っちゃってるんで、うまい棒、醤油2本とね、こっちの中の素敵なやつ、開いたらバーってこう浮かび上がるやつですよね。で、こちら、嫁に対しての分と、ジャック・ダニエルの分、もう金額云々とかそんなもんじゃなくて、もうこれ自作なんですよね。自作で作られてて、まあそこにスイッチがあって、でもコンセントもっていうような感じで、
奈緒さんもしかしたらちょっと若干保税の仕事されてたのかなと思うね、されてるのかなって思うような感じなんですけど、はい、ね、これももうすでに使ってはいおります。次がですね、もう次がですね、あの ABC ときて D なんで、 D なんですよ。 D ね、はい、いっちゃいます、いっちゃいます。はい、それがですね、こちらです。こちら、やばくないですか、これ。おそらくね、サムネになります。うん、これなんかね、鏡になってるんでね、あの僕のスマホケースとか自分の映っちゃったりするんですけど、やばいっすよねこれね。うん、なんでまあこれをちょっとね、中から取り出したいと思います。もうこれが一番緊張する瞬間なんですよね、もう。いきます。はい、まあ、ちょっとねここ置きますよ、ね、この蓋を置きますよ、置いて、ふう、もう触るのがね、もうほんとね、よっ、もうちょっと怖い。すごいっしょ、ちょっとこのケースもね。うん、そうなんですよこれね。うん、あの飾る場所があったらね、きれいにまた拭いてもうピカーンと使っちゃおうかなと思ってますけど、でね、はい、こちらですね、リバティウォーク、リバティウォークの、ランボルギーニのアベンタドール。はい、18分の1ですよね、確かね。うん、だったと思います。うん、でもうなんかすごい本当にもうね、これ今全開に開けてるんですけど、これね、しまっちゃんと閉まるんですよ。もともとね、閉まった状態で来てるんで、はい。そしてこの扉もね、はい、閉まっちゃいます。どうしたの？はい、閉まっちゃいます。うん、でこの扉もね、ちゃんとこう、どうしちゃったか、いいですか、ちゃんとこの扉もね、はい、ドアノブ、ここの部分をねこう引いちゃうと開くような感じになってるんで、やばいっすよね、やばいと思います。でこのまたボンネットのね、トランク部分、エアサスのタンクがあるって、ほんと細かいんすよ、これ。ね。本当のね、リバティウォークが作ったら、もう、あれ、エアサスでしょうから、もうこんな感じになっちゃいますよ、っていうような感じでね。このボンネットも動いちゃうんで、こう閉まるんですよね。うん。で、まあ、それに対して、ボンネットとトランクの部分っていうかね、あのエンジンルームのとこ開けるのの、このキーのこの先を使って開けちゃいましょうっていうやつなんですけど、どうもうすごいっすよね、もうなおさんね、本当に、うん、びっくりしちゃいますよ本当に。でこれ閉まるし、綺麗にね、もうなんかね、あのどうかな、動画でもわかんな、これね、めっちゃ手洗って指紋ないようにしようと思うんですけど、これ指紋がついちゃうんですよね。もう触るのが嫌になるっていうか、うん。で今もう僕こうやって普通に喋って、このアベンタドール映したり、ナオさんにいただいたんですよ、で今こういう風に映してきたりしてますけど、あの開封動画と変わらないぐらいやっぱ喋っちゃってるんですよね。でやっぱりもうこう、今でも 何言ってんの俺みたいな感じで、記憶がないような感じっていうんですかね、今何喋ってました僕みたいな、うん、っていうような感じでね、あのこういう風にいただいたので、あのね、開封動画ね、やっぱね、ちょっとどう編集しようが、どうしようが、何をしようが、あの極論で言うと、あのもう動画になんなかったんですよ。 何言ってんのこいつっていうような、うん、感じだったんですけど、まあ今も何喋ってたかなっていうような、うん、感じなので、うん、まあ全体像としてはそうですね、これが例だったので、はい、順番通りに開けさせてもらいましたというかね、映しました。はい、でまあいつもね、なおさんありがとうございます。
もうちょっと本当驚いてます。あのもう DIY 作品なんてもう本当なんか嬉しいですよね、本当にね。うん、もうオリジナルですからね。でよく中にね電球があるような状態で、うん、光らせるといい感じになるんじゃないかなっていうようなね、うん、本当によく考えられてるなと本当に思います。でも僕ね本当に申し訳ないですけど、僕なんかにねここまでしていただけるっていうことが本当もう嬉しくてですね、はい。なのでまあこの動画、まあ多分ね10分間くらいしか右上の方にね小さくね開封しているところのシーンって多分映らない、映せないというかもう貼れなかったと思いますんで、まあ今はねちょっともう終わっちゃってると思いますけど途中で、はい。もうあれなんとかね使えるんだったらちょっとあの音声なしにして、もう結構ね足の踏み場がないような状態ぐらいまでもう全部開け広げたらなったので、まあ、あの動画はあの動画で今ねこうちょっと横でワイプみたいな感じだったりテロップみたいな感じじゃないけどこう使ってましたけど、うん、音声なしにしてテロップ入れるだけでもねちょっとね開封時の動画っていうんですか、もう音声はちょっともう入れれないです、本当に何言ってんのこいつと思うんで、はい。なのでまあこうやってねなおさんにいただきました。あの本当にこういうものが来ると思ってなかったんですよ。なんでいつも反省会の時とかにこういろいろお話しするんですけど、うん、何を信じていいか何をどうしたらいいかもう分かんないぐらいだったんで、いざ実際来るとね本当にねうーって思っちゃいます本当に。うん、なんでねちょっともううん、あの今日もね、撮影前に胃薬は飲みましたちゃんとね。なんか最近ずっと胃がね荒れちゃってもう本当ね、うん、あれなんですけど、まあいい意味でね嬉しいこといっぱい言ってくださったりとか、うん、どうなんだろうどうなんだろうとこう揺さぶりかけられてますけどいつもね、うん、でももう僕はもうちょっと感謝してね、うん、これからもちょっと YouTube 活動ね特にあのゲーム配信よくやるのでこちらの方はね、うん、もう必須になってくるんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、なおさん本当にありがとうございました。それではですね、もうもうなんかまだ喋り足りないというか何足りないというか、もう俺ね伝えるとか、もう皆さんにもねもうちょっとねこれすごくないですかっていうのをちょっと見ていただきたかったので、うん、動画にしたんですけど、うん、あんまり喋ると本当にもう長くなっちゃいますので、まあ、この辺りでということで、それではですね最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。